お前たちも同じか。ってことはそっちも？ああ、初日に払ったやつとまた会った。見た目も力も寸分たがわずだったな。初日の1体と私らが払った2体、それに伏黒が払ったやつ、もう4体同じ呪霊を払ってる。変ね。何が？呪霊ってのは多かれ少なかれ差異は出てくるもんだ。元になる負の感情なんて一定じゃねえからな。4級にも満たない妖刀ですら個体差がある。あのレベルの呪霊になればなおさらだ。けど現実問題そうなってるだろ。ああ、これは予想でしかないが、俺はそこに元凶があると思ってる。おそらく意図的に呪霊を生み出してばらまいてる奴がいる。状況を見ればそうかもしれないけど、ありえるの？そんな無茶苦茶してる奴がいるだなんて。信じがたいがそう考えるしかないだろ。実際に目の前で起きてんだ。だな。そいつが誰なのかはまだわからないが、当面はその線で調査を進めるのが。ここにいましたか？お、伊地知さん、どったの？緊急事態です。落ち着いて聞いてください。大分県湯布院で調査に当たっていた凪の学長が、推定特級クラスの呪霊の襲撃を受け、負傷しました。容体は？意識不明、予断を許さない状況です。つきましては、皆さんも至急、湯布院へ急行していただきます。ああ。ここって温泉じゃね？学長やばいんだろ？こんなとこで大丈夫なんかな？高専が所有する施設の一つです。閉業した温泉宿を買い上げてそのまま使用しているので、内観は見ての通りですが。本人はどこに？あの部屋です。現在医療スタッフが対応中だと聞いています。ユキ、容体は？一命は取り留めたようですが、意識はまだ。話は聞けそうにないか。襲われた時の状況は分かってんのか？いえ、ほとんど何も。特級と推定される呪霊と遭遇という通信の後、駆けつけた時にはもう倒れていて。手がかりはなしか。これじゃあその呪霊を追うのは。関係ねえよ。手がかりなかろうが、どこの誰だろうが、とっ捕まえてミンチにしてやるだけだ。絶対許さねえ。落ち着きなさいよ。今飛び出したってどうしようもないでしょ。止めないでくださいよ、バラねえ。いきなり頭取られて黙ってられるほど人間できちゃいないんで。必ず落とし前つけさせてやる。ちょ、待ちなさいってば。はあ、危なっかしいから追いかけるわ。釘崎さん、相手はおそらく特級レベルの呪霊です。不要な接敵は必ず避けてください。わかってる。林道を止めるだけよ。林道さん、無茶だけはやめてくださいよ。伊地知さん、今動かせる術師はどれくらいいるんですか？すぐに動けるのはあなた方東京校の1年生と京都校の数名、あとは4級から3級の術師が数名程度。やっぱりか。そもそも人手が足りてるなら俺たちを呼ぶ必要はないですからね。じゃあ俺たちが何とかするしかないってことだな。待ってください。相手は特級かもしれないんですよ。俺たちみたいな学生がむやみに行動するのは。そのだからって何もしねえわけにはいかないだろ。俺たちは学生だけど、それでも呪術師なんだから。凪の学長を襲ったのが呪霊をばらまいてる奴と同一なら、放置しておくと取り返しがつかなくなるかもしれない。伊地知さん、
俺たちで調査に向かいます。止めても効かないでしょうね。わかりました。ですがあくまで調査です。対象と遭遇したら即撤退を。引き際を意識してください。はい。先生が発見された場所まで俺が案内します。くれぐれもお気をつけて。状況が変わり次第随時連絡を。私は湯布院各所の窓へ異常がないかの聞き取りと矢賀学長へ増援の打診をしてみます。うっす。ここか。特に変わったもんはねえな。戦いがあった場所とは思えねえけど。駆けつけた時にはこの場所に先生が倒れていて、それだけでした。破壊痕なども見当たらず。元からその類のものには期待してない。ここで探すべきは。見つけた。残影だ。例の呪霊の呪力に近いが微妙に違うな。繋がってそうだな。ああ、むしろ追ってくれと言わんばかりに続いてる。探せば見つかるようにわざと残したんだろうな。つまり罠なのでは。だな。ま、それでも追うけどさ。無茶しないんじゃなかったんですか。この残影どこかに伸びていってるようだが、枝分かれしてるな。手分けして追うぞ。おう。結城は確かサポート向きだったな。俺は一人でいいから虎杖と一緒に行け。わかりました。釘崎にも連絡しとくか。残影ね、了解。そっちに合流したいとこだけど。問題あんのか。クソが、どこに嫌がるんだ。さっさと出てこい、臆病者が。大体わかった。完全にプッツン来てて言うこと聞かないし止まんないのよね。悪いけど、こいつが落ち着くまでは。こっちか、こっちにいんのか。ああ、もう切るわよ。待てこら、クソホリンド。切れた。釘先は動けないな。まったく林道さんは。残影は山の中に二方向に分かれて伸びてる。見えるか。ちょっと待てよ。見えてます。こっちの残影は俺が。ちゃんとついてきてくださいよ、虎杖くん。わかった。俺は左から行く。お互い外れだったらすぐに合流しよう。気をつけろよ、二人とも。おう。そっちこそ何かあったらすぐ連絡な。なんか気になるとこあった？いいえ、特に何も。ただ漫然と残影が続いているだけです。だよな。そろそろ伏黒にも連絡しとくか。こっちも収穫なしだ。もうここには何もないのかもな。どうする？もう切り上げるか。ああ、そろそろ引き返す。さっきの場所で合流して次の動きを。釣れないことを言わないでほしいですね。楽しいのはまだこれからじゃないですか。またか。伏黒？おい、伏黒！電話が途切れた。急に圏外になったわけじゃなさそうですね。ああ、あっちが当たり立ったみたいだな。行くぞ、ユキ！はい。聖徳領域取り込まれたか。何にせよ好都合、手がかりを探してたんだ。さっきの声、
状況を考えるにこの領域の主か。だとしたら敵は例の特急かもしれない。虎杖は俺と連絡が途絶えたことに気づいている。この領域を見つけて応援が来るはず。何にせよやるしかないな。順調順調。伏黒めぐみくん、御三家の術式徳佐の影棒術を持つ術師。いや楽しみですね。その力もっと見せてください。分かっちゃいたが、またお出ましか。しかも2体、いや3体、まだ増えるのか。どんだけ出てくるつもりなんだよ。力を。見せろ。喋った。より知能が高い呪霊、間違いなく今まで戦った同じ見てくれの奴らより格上。こいつが最初に聞こえた声の主なのか。いや、目の前のことに集中しろ。まずはやれ。ここを切り抜ける。くそ、数が多すぎる。さばききれねえ。しまった、避けらんねえ。まただ。致命傷を与える直前で不自然に引いた。おそらく特急のあいつはずっと見てるだけ。あいつら、俺を試してるのか。この程度ではないだろう。伏黒恵。こいつ俺の名前を。もっと見せろ。お前の力を。くそ。舐めやがって。シグロー、いたのにか。面倒だな。お前たち邪魔者を通すな。ま、こいつら、またかよ。しつけえ奴らだな。それもすごい数。いたのに、ユキ、そいつら任せた。こっちは特急の相手をする。特急がいいのか。わかった、こっち片付けたらすぐ行く。おそらくこいつは特急。手の内はわからない。だが1対1ならやりようはあるはずだ。これでよく見える。来い、伏黒恵。ちゃ、ああ、見せてやるよ。後悔しても知らねえぞ。こいつ、呪力量こそ特級レベルだが、術式らしい術式は使ってこない。手を抜いているのか。さっきから言動も行動も俺を試すような意図を感じるものが多かった。やっぱり今はここから離脱すんのが最優先だな。無事に帰りさえすれば考える時間はいくらでもある。虎杖があいつらを片付けたタイミングで一気に畳みかけて退路を開く。今ので最後です、虎杖君。一度結界を解除します。わあ、サンキュー、ユキ。すぐに伏黒を援護すっと。片付いてか、
ならこっちも。ぬれ。よし、これで奴はしばらく動けないはず。だが、なんだこの違和感は。うまくいきすぎている。こいつ本当に。伏黒！って、考えてる暇はねえか。いたぞ、勇気！ここで戦うのは分が悪い。離脱するぞ。はい。いいけど、出口分かってんのか。入ると出るのとじゃわけが違うんだろ。俺が何とかする。だから今はここから。領域展開。は？なんだ。ようこそ私の領域へ。来てくれて嬉しいよ、伏黒恵くん。お前は。消えた。それにこれは結界。もしかして。多分領域展開だ。前に他の領域を外から見た時もこんな感じだった。ユキ、今からこの領域をぶっ壊す。周りを警戒しといてくれ。はい。は？ぶっ壊す？そんな無茶苦茶な。よくわかんねえけど、前はできたんだ。だから。だとしてもさせない。なんでお前がここにいるんだよ。邪魔はさせるなという主からの命令だ。伏黒くんを引き込んだ領域はこいつのものではない。命令ということはさらに上位の特級が中にいるのか。お前をぶっ飛ばしてから邪魔するだけだ。まずい、しくじった。こいつどこから生えてきたんだ。こいつも、いや、こいつは間違いなく特級。くそ、どうする。脱出は今の俺じゃ無理だ。必中の術式が来る。このままじゃ俺は間違いなく。いや、こうなったらもう考えるだけ無駄だ。今やるべきことは術式の防御に集中すること。そう身構えなくてもいいですよ。取って食おうなんて思っていませんから。だったら領域を解け。それは無理な相談ですね。君にはもう少しここにいてもらわないと。だろうな。私、この時を楽しみにしていたんですよ。欲しいものは絶対手にしないと気が済まないたちでしてね。何の話だ。ただ少しばかり君のものをいただくだけということです。命まで取ろうだなんて気はありませんよ。信じられるか。どんな術式だとしても取れる対象は限られる。集中しろ。直撃の瞬間に磁力を。嘘はつきませんよ。ええ、そう身構えないでください。なんせ私の術式もう当たっていますので。はったりだろ。俺は何も。なんだ、手のひらに少しだが痛みが。出血だが、この程度なら問題は。は？力が抜ける。何をされたんだ。いやー、ありがとうございます。ずっと欲しかったんですよね、これ。くそ。いやー、楽しみだな。こうしちゃいられない。早く完成させよう。いい加減どけよ。断る。ことが済むまでは。
てくろ。スクナの器ですか。さすがに素早いですね。大丈夫か。あの事例は何だ。おそらく奴の方が凪の学長を襲った特急だ。もう一体は磁力を抱え込んでるだけで特急じゃねえ。そんな、くっそ、道理で手応えがねえわけだ。領域の中で、あの特急の術式を食らった。大丈夫じゃねえじゃねえかよ。ああ、かなりまずい。今のところ体がだるいだけで、何をされたのか全くわからねえ。心配せずともすぐにわかりますから、楽しみに待っていてください。始めますよ。はい、ローゼツ様。ローゼツ、あの呪霊の名前か。血、まさか俺の血か。いかにも、君の血と呪力、少しだけいただきました。何に使うのか見ていればわかりますよ。くそ、すぐに止めるぞ。フラフラじゃないですか。ここは絶対に注力した方が。おっと、逃げるのはいただけませんね。ここからが楽しいんです。見ていってください。お前がこいつらの生みの親か。いたぜ、やれるか。ああ、全部蹴散らして止めてやる。俺も援護します。ああ今ので何体目だ。くそ、多すぎて数えてらんねえ。8体目ですよ、虎杖君。まだ増え続けているので、数える意義は感じませんが。ああ、もう、鬱陶しい。まずいぞ、虎杖。このままじゃ。時間稼ぎご苦労、しもべたち。おかげで私の術式は完了したよ。だよ、これ。この呪力、存外馴染む。姿が変わった。伏黒、何なんだこれ。知らねえよ。ありがとうございます、ローゼス様。ええ、私としても嬉しい限りですよ。これは大傑作の予感ですね。せっかく呪術師がいるのですから、鳴らしがてら力を見せてくださいな。はい。気をつけろ、虎杖勇気。あいつ何をしてくるかわからない。玉剣。あれって藤黒くんの。徳佐の影棒術、いい術式だ。ぬえ。うっ、虎杖くん。なんでお前が伏黒の術式使ってんだよ。器への呪力の馴染みもいい。術式の発動にも問題なしですか。ああ、素晴らしいですね。いい仕上がりです。まさか俺が食らったのは術式を奪う術式。そのようなものです。私の術式、名は肝骨脱退。美しき芸術を生み出す至高の術式ですよ。芸術、優れた術式を優れた器に、それこそがあるべき姿であり、美しき芸術ということです。
さて、続けましょうか。君たちは君たちの力によって破れるのですよ。ふん、くだらん。